ていこうぜ。フランシュシュだ。佐賀県を救うためにゾンビがアイドルになって奮闘した2018年、伝説のライブを成功させ、フランシュシュの未来は輝いていた。 CD 爆売れ、ライブチケット完売続出、新曲制作。しかしフランシュシュが次に挑んだのは、マジかよ、私もしっかりしなくちゃ。そんなのやだよ。佐賀県史上最大のリベンジだった。殴り込め、そら殴り込め。できなければそこで腐って死んでいくだけ。どんな感じ。私たちだけでステージを成功させよう。アイさん、この後もお仕事ですよね。やっぱりこんなの認めねえ。ゾンビのお願いも聞いてくれるとかな。え、一体何があったの。ゾンビは普通リベンジされる方でしょ。ゾンビハラスメントだ、訴えますよ。新キャラ新曲満載、まさかの新感覚ゾンビがリベンジしちゃう系アニメ、ゾンビランドサガリベンジ。 We have a dream.